ほら、こもエスターズはい、皆さんこんにちは、北村俊です。えー、このチャンネルでは、えー、私が学んだスペイン語をシェアしていきたいと思います。えー、このチャンネルを作ろうと思ったきっかけですが、えー、今私はスペインにサッカーの指導者の勉強しに行きたいと考えています。えー、コロナウイルスの影響で予測ができない部分があるのですが、えー、1年以内を目安に考えています。 えー、そこでスペインに行くまでに、B、え、1、ー、を合格したいと思っています。B 1は何かっていうと、スペイン語には、えー、デレという試験があって、A1、えっと、A2、A1 B1、B2、C1、C2 があるのですが、その中の B 1を取りたいと思っています、えー。そして今回の動画ではよく使う挨拶、えー、9つを、えー、シェアしていきたいと思います。それでは早速始めましょう。まず一つ目は、 Buenos dias. ノスディアス,ス,ィアス、えー、おはようございます。という意味です。えー、ブ Buenos は good. えーで、ディアスは day.、えーまあ、英語で言ったら good day. ですけど、えー、スペイン語では、えー、おはようございます。という意味になります。です、えー。二つ目は、ブエ e ス u ルです。ブエ e ス,ス,スタ e n u s tardes. tardes はお昼とかちょっと遅いとかそういう意味で、まあ、いいお昼みたいな感じですかね。 えー、ブエナスタールです。こんにちは。えー、三つ目。えー、ブエナスノーチェス。ブエナスノーチェス。えー、ノーチェは夜。まあ、夜って意味で、まあい、良い,い夜なのかな。<laughs> こんばんはっていう意味です。えー、四つ目は、オラ、オラ。えー、H は発音しないで、オラ、こんにちはとかそういう感じです。えー、五つ目は、コモエスタス。コモエスタス。 えー、コモは英語で How, How で最近どうとか今どんな感じとかそういう感じです。3つ目は、明日ルーゴ、明日ルーゴ。えー、ルエゴは、ルエゴは後で。で、明日ルーゴ、また後で、バイバイ。そんな感じです。えー、七個目、明日まにゃな、明日マにアな。えー、明日は、えー、いついつまで。で、まにゃなは明日、明日。 で、明日まで、また明日っていう意味です。明日ニアゃな、明日マニアな、えー。8個目は、明、え、日、ー、ラプロキシマセマーナ、明日ラプロキシマセマナ、えーナ、また来週、また来週、セマーナが来週、週か。で、プロキシマが次、次。明日ラプロキシマセマーナ、また来週。えー、9個目は、ノズベモンスノズベモンス、えー、またまた会おうね。 またをね。そういう意味です、えー。今回は以上の9つになります。えー、この動画がいいなと思った方は、えー、いいねボタンをお願いします。でもっとこうし,うしいとか感想がありましたら、えー、コメント欄まで、えー、お願いします、えー。ご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラシアスポロベルエストビデオ。hasta luego。ノズベモーズ。